昨年からたくさんの人に踊っていただいた今この流れているきつねダンスを今日も皆さんと一緒に踊っていこうと思うのですが、きつねダンス知ってるよって方手を挙げてください。はーい、もうたくさんいますね。ありがとうございます。それでは今日みんなと一緒に踊っていくのですが、今日来てくれたみんなに特別にきつねダンスを踊るポイントを3つ教えたいと思うので、ぜひ皆さんその場に立ち上がってください。ありがとうございます。一緒にきつねダンス踊っていきましょう。お、耳もね、尻尾もつけてくれる方たくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。さて、それでは最初きつねダンスを踊るポイント1つ目、最初こんな感じで招ききつねのダンスがあるんだけど、この時に自分に尻尾が生えたように私たちに尻尾を見せるように踊ってください。尻尾ね、ついてる方はもう私たちに尻尾を見せてください。見えるかな。はい、じゃあポイント2つ目、ポンドンガオーっていう振り付けが3回出てくるんだけど、このガオーの時の表情をみんなで変えてみましょう。それでは最初1回目は怒った顔、みんな怒った顔して、怒ってるね、ありがとう。さあ次の2回目は次悲しい顔、みんな悲しい顔して、あ、すごい悲しい、ありがとう。じゃあ次3回目はとびっきりの笑顔を私に見せてください。あ、もうみんなキラキラ、ありがとうございます。じゃあ次ポイントは3つ目、口の横に手を当てておーと叫ぶ振り付けがあるんだけど、この時の口は大きく大きく開けておーと叫ぶ振りをしてください。みんな吸い込まれそうな大きな口、ありがとうございます。じゃあそれでは私たちファイターズガールと一緒にねダンスを踊っていきましょう。それでは音楽お願いいたします。はい、それじゃあ最初は私たちファイターズガールと同じ振り付けをしてください。そのままに手をかけて、お、結構振り付けてくれてる、ありがとう。さあ次は尻尾を見せるよ。さあ招ききつねです。あ、尻尾見えるか。次は背中に手を当てて揺れていきます。とってもみんな上手だよ。さあ最初に戻ります。ゆら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 、ありがとう。さあまたおにぎきつねだよ。尻尾見せて、みんな尻尾とっても綺麗で、ありがとう。さあ次は怒った顔をいきます。とっても怒った顔はとっても悲しい顔を描いて、この3つのポイントをぜひ覚えてきつねダンス踊ってください。ありがとうございました。